えどういうことこれ。何これ。トマトマレタ。セリフね、C を入った後に渡すのがね、最近はみんなの連動が上がっちゃってるから微妙に弱い気がするんだよ。そのはい、じゃあケアで打ってくださいってなっちゃって、割とジンガーラインが透けちゃうっていう、結構めんどくさいから C を前に付与できたらいいんだけど、C を後にね、どういうことこれ。何これ2回死んでる。何これ2回死んだ。2死体。何これ。ちょっとさ、ハゲみたいになってる、なんか帽子が。何これ。変なことやって。なんだこれ。タロちゃんとタロちゃんが死んだんだ。こうやって誰かが代わりに死んでるとかじゃないよね。いや、ミュート入ってないから。死んでるだけだね。死んでる。何これ。とりあえず、宿舎は、僕はボタンじゃ、発見じゃないですよ。タロちゃんをまず死にした人いますか。ああ、メイン脇死んだろ。で、開幕左行ってる。左？エンジンの最後じゃどこ行った？エンジンで配線した後、僕武器庫でダウンロードと、武器をしまうタスクします。で、武器しまうときに上でジェロスケ？合ってる合ってる。くぼみで合ってて、下でもおまおじさんだった。あれ、俺が下の小銃の方しまって、あ、そうですよね。はいはい。で抜けていってエンジン入ってぐらいかな。僕してのほうに来てないと、ね、する場所がなさそうかなってぐらいかな。最後エンジンのダウンロードしてる高田さんを見てる人だったから、高田さんが武器庫のしまうところから出てきてるのを見てて、あ、じゃあキッチンで連れちゃったんだっけ。あ、そうそう、俺キッチン脇で配線タスクやって、キッチン武器庫コミュエンジンの上行った時タイミングで高田さんいているから、そのルートにはないですね。だから左って言ったらコックピットぐらいしかないんじゃないかなって思う。あ、左はなんか宿舎とかに行ってるんじゃないかな。でも、あ、高田さんとかが宿舎から落ちてますね。俺宿舎まで行ったのは、そのエンジンのダウンロードしてる最中に終わっちゃってるから、まあ、そっちのさ、だいぶ時間あったからね、今。ですね。まあ、それ停電始まるまででもう10秒超えてたぐらいじゃないですかね。ゲームはちなみに、昇降機で停電を直して、アーカイブに戻って、シャワー入ったぐらいで藤宮さんがメインから来られました。うん、じゃ左っていうんだったら、もう上とかしかないと思うよ。たぶん、飛行面来てないと思うけどな。来てないと思う。宿舎分けして、金庫のタスクをすべてやってボタンなんですけど、新太郎見てないです。メインホールで新太郎は君だって言った人誰だっけ？泉谷が左脇です。え、左行ったんでしょ？左行きました。ってことは、即エンジン側に抜けてると思うんだけど、うん、もしくはそのまま武器庫ルート来るじゃん、多分初手ってそれだと。うん、でも来てないと思うんだよ。来てない。来てないから、ミーティングとかで来てはずなんだ。僕も行ってるか。というか、プテオニキなんじゃねえかな。で、2人で慎太郎切ってんじゃねえかな。プテニキだと思うので、どうしようね。左に来てないことにどうしてもしたいんだけど。プテニキだと思うんだけど、おそらく2人で慎太郎切ってんじゃねえの、これは。はい、はい、ちょっとだけ言いたいことがあって、慎太郎くんがメインで湧いて左に即来てる場合の過程の話をすると、うん、僕エンジン湧きで同じムーブしてるんですよ。エンジン湧いてすぐ左、まあ言った、さっきアルマくんやった武器とか、うん、はい、とか、まあ展望の方に最初行ってるんですけど、その僕の視界の一切情報が入ってきてないということは、同じルートをたどって左に来てはいないと思ってます。あ、で、マオジさんが武器庫行ってる間にコックピットに行ってるケースは、多分ない。おまおじさんがエンジンを横切っていくのを、僕が配線してるときに英語の人が横切っていくのを見えているから、うん、その後ろを僕が通っていってるので、はいはい、なるほど。
でさらにその後にチェロスキが武器庫に入ってきてるからコックピットに来ていても多分見逃さないと思う。アルチェロのどっちかを見てる。うん、エンジン巻きは誰ですか。アルマメイヤかな。アルマメイヤ。あでおまおじさんの方が多分遅いと思う。脇は、うん、チェロは宿舎脇。いやキッチン脇で最終コックピットです。宿舎脇は、竹をプテ橋で、うん、僕が金庫に行ってプタスさんがミーティング行ったのかな。いや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 僕もあの金庫に行っていいよ。あそうだっけ。うん、え竹尾さん金庫にいたの。あいたいた。あっていう人だったら竹尾さんだな。うん、すればいい気がする。7個さんは弾けましたっけ誰かから。これはキッチンで湧いて多分あのおまおじとキッチンですれ違ってそのままセキュリティの方向かってます、うんうん、行った先は分からんけどいたのはいましたね。なるほど。メインって誰だっけ。藤宮と誰が湧いてない。いや藤宮と慎太郎2人だけです。あそっかそっか。え、タラスさんって側脇。いや僕は側脇してあの左行ってます。いなかったと思うけどな。ダウンロードから始めて、ベントタスクとか全部やってる。全部やってボタンです。うん。面白い。それだと僕の滞在時間がめちゃくちゃ長いことになっちゃうけどな。ん？タクさんって最後まで金庫なの？いや金庫から宿舎入ってるよ。宿舎で最後終わり？宿舎で高田さんがボタン押してるから。うん。あ、昇降機か宿舎だと思う。俺最後ダウンロードしてみと。ダウンロードしてるの置いて、俺多分金庫に入るぐらいまでいけるけど、オニキは見てないかな。金庫内に死体はないってことを見やして、いや、入りきれてないです。高田さんがダウンロードしてるところを見て、宿舎の左にスッていったぐらいで終わりだから。だから、武雄さんがいる場所が、まあ、証拠機左だったらかもしれないけど。だから、あでも僕、高田さんがダウンロードしてるところは見てるんで、時系列的には僕の方が先に抜けてんじゃないか。うん。まあ、タケプテどっちかが、うん、こうって感じですか。タケプテ視点はもう竹尾さんやな。タケプテ両視点から高田さん弾けます。いや高田さん絶対無理だと思う。プテ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 多分オニキがあそこで俺にマット渡してきてるってことはおそらく金庫内に死体があるはずなのよ。だって俺があの後金庫に入る可能性が大いにあるから、あのマット渡しとかないと、あのおそらく捕捉されるので、あのタイミングに俺でマット渡してきてるってほぼ金庫の中に死体だと思うんだけど、ほぼもう9割9分ぐらい。ちょっと待って、チェロスキは直前で見たぞ。いや見てる見てる、あのシャワーでチェロスキ見てるから、うん、あれエレキの中いた人誰だっけ。俺ですね。あ、同じか。僕です。あれ竹部か、どっち。いや、僕と入れ替わる形で竹部さんが入っていきました。あ、そう。中野くんが絶対キルに関われない。あ、で最後の文字がやってきてる。リアクター左直したのメイヤです。メイヤ、うん、ね、左直してた人も無理だと思う。その僕がついた時すでに左側稼働してたから、うん、ずっとあのミーティング、僕このターンミーティングと昇降機の左しか行ってないから、はい、ゲンさんも無理、ゲンさんメイヤから無理だと。いやー、はい、自主点容疑者竹尾さんになるのかな。僕がメインの女性にいます。メインの女性にいる。じゃああなたです。うん、まあ、てか藤宮死んだから、そうですね、藤宮さんがマットの可能性もほぼない状態なので、藤宮さんの左、慎太郎さん左情報が真になったところ、ね、うん、そうよね。高田さんって竹尾さんの姿見ました？最後エレキで何人かすれ違った記憶があるから、なんかごめんそれしか覚えてないから、すれ違ったって言った人がそうだったらそうだと。シャワーのドア、シャワーとメインのドアをチェロスケと俺どっちかが開けたんですけど、まあ多分チェロスケが開けて、で僕がそのままリアクター直しに行ってて、チェロスケは女性の中に入ったところまでは僕見たんで。いや、そこにいるって言うならプテ、僕は女性の中にいるんだけど、いやそれだったら僕言わなくない。女性の中に入って死体はなかったから、だからシャワーとかなんじゃないの。いや皆さんどっち入れたいですか、これ偶数なんで合わしたいっす。初日のあのすれ違い情報的に僕はオニキの方が疑ってるけど、なんか今の情報聞くとなんかどっちも割と陣がありそうな、全然あるかなと思ってますね、うん。まあ言い返すことはないな。僕は竹尾さんと食い違ってて、今の話で女性の中には僕は最後いるんだけれども、まあ死体は見てないから。あれ高田さんってこのターンどこでしょ。俺ずっとエレキ。
エレキ。それは、それは俺しかいない。間違いない。エレキには絶対いてて、おまおじさん。まあ、プテさん確定人外だと思うよ。俺メインで湧いた時に鬼木とプテさんが一緒に左側に向かってんの見てるから、あ、エンジン配線やって除染入ってます。メンバーの後ろなんでプテさんに合わせていただいていいですか皆さん。あ、はい、ほら、はい、まあ多挙さんまで初手キルでローラーしてほしいです。てか、で待ってたバイトなの。よくやばい状況これ。まあ、一応いやめっちゃやばいと思うよ。プテがあなたがクルーだったらやばいです。ほぼ負けじゃねえ。プテクルーだら。てか。シンカロさんキルできるのが竹尾さんプテさんしかいないと思うので、そうなんだよね。うーん、ミーティングキルじゃないの。プテだけか。ああ、うん、まああの鬼木が弁当の中入ってるのを見ました。した鬼木が。まあ、いや勝ちです。え？三人残ってるパターンあるか？それは絶対にないって。うん、いやあるとしたらあなたですもん、ね。ああ、現的にあると思う。ナイス。終わり？まあ、慎太郎を2回キルしたしいいだろ。ナイス。あれどういうことなのマジで。だって2回キルしたやばすぎー。まったりすごいな。慎太郎が出てきたのめちゃくちゃ面白い。2人がかりで殺したってことね。同時にキルですよね。だから多分同時キル。あ、そういうことか。びっくりしたよ。いや僕キレモーション2回入れたんで。キレやん。いやなぁ。ギント分されてんじゃん。もうてか、そのまま、あ、え、でも結構今までありましたね。同時キルしちゃって、キルが。同時キルは、キルキルがどっちも減っちゃうやつね。2回、バーンって出るのは初めて。ね。ね。おもろかったな。いや、もう、懐かしいことなさからな。サイレント修正されたんだけど。きっと分かる人には、同じ人が、じゃあ2人で1人を切ってみたら分かっちゃうから。確かに。終わったと。いや初めてだったよ、ね。ガチで知らんかった。初めて見た。知らんかった。